皆さんこんにちは。こんにちは。まだまだ暑い日が続くんですけど、今回はバイヤー一押しのグッズ、特にシューズとバッグをたくさんご用意しているので、そちらの紹介をさせていただきたいと思います。西田のおすすめご紹介いたします。この秋気になっているのが、ちょっと今までシックな色とかっていうのをずっと取り入れてたので、まず気になるのが色になります。このちょっと今回は赤だったりボルドーとかの少しシックな赤いトーンの雑貨がたくさん入ってきます。まず最初にご紹介したいのは、もう何度もこちら出ているボーレンティのキルティングのバニティバッグになります。ちょっとこのレディーな感じのチェーンとかが可愛くて、秋一番にスウェットだったり T シャツに軽く持っていただくのにすごく可愛いバッグです。お色転換がベージュや黒もあるので、お洋服に色を取り入れるときはこういった感じのベーシックな色もとても可愛いです。続いてジャンニーノッターロのゲッツバッグになります。こちらも、真っ赤っていうよりも少し、シンクのような、深いボルドーとの中間色になっているので、お洋服に合わせやすく、ただ、ワンポイントになるので非常に使い勝手のいい色になっています。あとちょっと気になっているのがこういったモコモコのバッグで、今年はこういった赤の色をセレクトしてみました。こちらはガスピーノという、こちらも、イタリアのバッグになっています。もラフなお洋服にクラッチとして持っていただけますし、ストラップもついているので、斜め掛けも使うことができます。こういったモコモコも、この秋冬の、おすすめの素材感になっています。ちょっとこの、色つながりで次は、靴に移りたいなと思うんですが、この、キャメルっていうのも今年、ブラウンのトーンが、ベーシックな色としてトレンドになってくるので、そこでこういったこちらはまさに、本当にも今年のトレンドの色というような明るいキャメル色のロングブーツになっています。膝丈までしっかりとあるんですが、このネブローニの定番のブーツのこのショートヒールのものが今年は新しく出てきました。これはもう必ず私も欲しいなと思っている一足になっています。もう8月の中旬ぐらいには、お店の方に並ぶので、もう夏のショートパンツだったりっていうのにも合わせていただいて、秋一番を取り入れていただけるととても、雰囲気が出るブーツになっています。レディーライクな靴っていうのも、今年すごく気になる、テイストになっていて、今までちょっとフラットシューズだったり重めの靴っていうのが、今年もトレンドは続くんですけど、華奢なサンダルに、これはもう秋にも履いていただきたい今販売中のものなんですが、こういった感じでソックスを中に合わせて履いていただくっていうような提案もイエナの方では一押しでしていきます。で、なんか秋もっと寒くなった時はもうモコモコのタイツだったりソックスを合わせていただいて、サンダル自体 もう秋冬に使っていきたいと思っています。ファビオルスコーニのストラップシューズですね。こんな感じです。でこちらも、素足ではもちろんなんですけど、ソックスやタイツと合わせてっていうので、少しこちらに関しては、シアなストッキングなんか入れていただいて、ちょっと女性らしく履いていきたいなと思っています。じゃあ続いては横浜さんにご紹介していただきます。お願いします。はい、続きまして横浜のおすすめを紹介します。かぶっているミュールバウアーのキャップ、ちょっと素材感が秋らしいウールのタイプのキャップです。ちょっとこういうフェミニンなお洋服にポイントでカジュアルにかぶっていただくと可愛いかなと思っています。お色展開がネイビーと少し明るいキャメル、あとコージュロイの3色、さっきのバッグと同じ感じで少しボルドーのカラーと明るいキャメルとキャメルの3色の展開になっています。
これもおすすめですよね。これもおすすめです。ちょっと頭物は気になるアイテムなので、ニット帽もニットキャップも色展開豊富に揃えています。なんか T シャツとか夏のまだ薄い素材に少しこう秋らしいアイテムでも合わせていただくと可愛いかなと思います。あと茶色で気になっているアイテムをいくつか紹介します。ちょっとメンズライクなアイテムにこういう先が少しこうシュッとしているタイプのシューズを合わせていただくと、そんなにメンズライクになりすぎずに少しこう辛さを取り入れたようなコーディネートを楽しんでいただけます。こちらのファビオルスコーニのパンプスと、あとはちょっとローファーの代わりだねでモリーニのローファーが入ってきます。コルソローマの少し底が厚いタイプのローファーをご用意してます。そんなにブラックでモノトーンになりすぎず、こう柔らかい感じのコーディネートを楽しんでいただけます。はい、以上です。次は佐野さんです。では最後佐野が紹介します。切れ目が格好なんですけど、外しでニットキャップをかぶってます。で、私が紹介するのが、クラックスのワラビー、色違いでこちらのブラックと、あとちょっと今ないんですけどベージュの3色展開になっています。このクラックスのワラビーは私が若い時に1回ものすごく流行っていて、いつ流行ったかって思い出したんですが、東京ラブストーリーのカンジーって言ってる時に履いていた記憶があります。私がもう中学生とか高校生ぐらいの時なんですが、もうみんなこうアメカジスタイルでみんなこれを履いていました。イギリスのブランドになりまして、創立もうすぐで250周年だそうで、なんか先日言えなんか30周年なのがまだまだ青いって感じで、250年ってすごい歴史だなと思いました。人気が去年ぐらいから出始めています。イエナでも去年からちょっと店舗限定で取り扱いしていたんですが、あっという間になくなってしまったので、今年は全店でたくさんオーダーしているので10月ぐらいの店頭になるんですけれども、一応展開予定です。おすすめが、ニューバランスになります。2002R というモデルになりまして、今ここにあるのがこちらのちょっとギザギザとした新しいモデルのグレーと、ニューカラーのちょっと薄いデイビーのような色になっています。でこちらの 2002R というモデルはもともと US 製の2002をオマージュして作られたものになっていて、お値段が比較的お手頃で1万台で販売しているものになるので、ちょっと US 製のデザインを継承しつつお値段がお手頃になっているのが 2002R というモデルになっています。ちょっと裏がちょっとこうペンキのようなワックスが塗ってあったりとか、ソールがちょっとユーズド感、ちょっとこううっすら生成りになっていてっていうところが特徴になっています。8月にもう一度再販があるのと、こちらのネイビーは9月にイエナでは発売するモデルになっています。次先ほど西田さんもご紹介していたモコモコのバッグなんですが、私もこちらのバッグをご紹介します。ちょっとこうリュック型になっていて、こうタスキ掛けでこういった感じで斜め掛けもできるものになっています。こちらはイタリアのファクトリーメーカーのものに、ゼロから、デザインを起こしてもらっていた完全イエナオリジナルのバッグになっていて、ちょっとこう外しで持っていただくとポイントになるかなと思っているのでおすすめです。以上です。まだまだあるんですが、靴とバッグのおすすめのご紹介になります。今特集の方もウェブで上がっているので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。
レオパード柄もかなり気になっているアイテムです。そうですじゃあ、アバケーションのレオパードと、新色のブルーですね。ヤンオールの新しいモデルになります。フラチがついているちょっとミニボストンになっています。夏もとても人気だったこちらのサンダルなんですが、今回秋でなんとこのモコモコが登場しました。ぜひおすすめです。